板垣森政、板垣森政、板垣森政、明治三十三年、1900年三月十五日、昭和二十六年、1951年七月十六日は、劇作家、士族。伯爵、板垣大輔の孫、穂太郎の次男。母は、松本牛太郎の長女節子。号は、青牛。修氏は、総当修。別名は、 山内森正。明治33年、1900年3月15日、東京府東京市芝区、西久保桜川町に生まれる。戸籍上は次男であるが、長男武雄が養成したため、事実上長男のように育てられる。大正7年、1918年、旧西芝中学校を卒業、12回生し、第六高等学校に入学。 大正8年、1919年7月16日、祖父大助が皇居する。大助次論の一大家族論を実践するため、東保小太郎は、同年8月19日に拝着して、爵位を返上した上で、森政が、同年9月8日に板垣家の家督を相続する。六校卒業の後、東京帝国大学文学部社会学科に進学。 東京帝国大学在学中に分断活動を行い、追筆、大衆読み物を執筆、大正14年、1925年8月、自由党異変という儀曲を執筆し、同年10月26日から帝国劇場で上演されることとなったが、この儀曲が祖父大介を侮辱する内容であったため、旧自由党員らの批判によって問題化することとなった。 東京朝日新聞、大正14年、1925年10月20日号によれば、上演者側の舞台協会とも親しく、板垣家の親戚関係にある、高谷福子が死者となって、同年10月15日に、麻布の板垣絹子邸を訪れて、同局の上演の了解を求めたが承諾を得られず、さらに旧自由党の援護者である、西内正樹に了承を求めたが、 西内は即座に却下し、逆に、第一学生の身分で芝居道へ出ようとは何事だ。森正くんは、板垣大輔博の大切な後継者であるから、劇作なんかはすぐやめさせる。術でその脚本は、上演まかりならぬと返答した。さらに同じく旧自由党員であった今旗西森らと、板垣家親戚、自由党地を代表して、舞台協会に行き上演の取りやめを申し込んだ。 翌10月16日、森政は、麻布の板垣絹子邸に呼び出され、西内、今はらをはじめ親戚一同が列席の上、脚本を撤回することや、文学から離れること、自分の意志だけで進んでいく自分でないことを説かれ、諌められたが、森政は、要するに、根本的にあなた方と私とは、思想的に大いなる相違が、自分は、 初一年に向かって進むと突っぱねて以下の覚書を提出した。森正は自身の拝着と引き換えに自由党異変の上演を選ぶこととなった。森正はこの時の心境、文学に携わることを堕落と思われてはやりきれません。私は今何も言わぬが、身に忍ぶべからざるほどのひどい言葉も受けた。そしてお前には自由にする権利はないと言われたが、 廃着となって、自由となれるのなら、それこそ願ってもない幸い日だと思いました。今度のことは、ただ、今までうつしていたいろいろのことが一度に爆発しただけで、私が昔、家族全ロ論を説いた時から、親戚は睨んでいたのです。いわゆるあの人たちは、私が政治家にでもなれば喜ぶというのでせう。管理にでもなって出世しろと言わんばかりです。私には、 心にもないそんな虚偽の生活はできません。私の儀曲中でも、祖父大介を人間的に見るとともに、また祖父を刺した愛原に対しても、人間的な見方をしたことも多分反感を、かいつた様ですと語っている。これに対して、板垣家の親戚の一人は、森正は学校へも行かずブラブラしていると聞いたところへ、あんなものを書いて上演までするという。 中略自由勝手にしかも芝居の方などへ進もうとするので、板垣家というものが多数の人の努力と地の結晶によってできた家柄だから、この際、言動を慎んでもらしたいのです。ことに、自由党異変は史実と異なっているのみならず、一言も誰にも相談せずに書いたのですと証言している。その後、板垣家親戚、自由党旧知は板垣大輔の旧知である。 野田宇太郎、餅月圭介、辰野周一郎、中野虎次郎、斉藤圭二らと協議して、森政が文学堂へ進むのを諦めさそうとしたが叶わなかった。ため、やむを得ず東京裁判所の裁挙をもって、正式に、大正十五年、1926年6月12日に、家督を弟セガン、よに譲らせた。森政は、 東京府と与多摩郡渋谷町の三内家の養子となる形式をとって一旦隠居し山内森正と名乗るがすぐ家督を継いだ実定板垣正志願の戸籍に入って板垣に複製した上で家の手続きをとった定撃側は森正拝着事件が世間の注目を集めれば集めるほど工業業績が伸びるだろうと考えられていた不死があり上演に反対する 旧自由党の支援者、自由民権運動の支持者たちからは、上演中止を請願する声が続々と低撃の、大倉社長や山本専務に寄せられていたにもかかわらず、無視する構えを見せていた。しかし、上演前日の大正14年、1925年10月25日、板垣屋側、舞台協会側双方から条件が示されついに、上演中止が決定された。 板垣屋側から示された条件は、在学中の東京帝国大学卒業後は、その自由を拘束せず、一万一再び、自由党異変が世に出るときには、旧自由党員も華々しく応援するというもので、舞台協会側から示された条件は、森正氏を動かして、今、遅れている、卒業論文を必ず書いてもらいつて停大は必ず、 卒業させることというもので双方から条件を出した和解の方式が取られた。さらに、東京朝日新聞、大正14年、1925年10月25日号では、森政の学費は、小板垣伯爵が製品に甘んじていたため、遺族の収入が十分でなかったのが条文に達し、 特に恩師の教育資金によって学費に充てられて、いたので卒業の遺憾によっては不敬の極みとなんことを、家人が危ぶんだことが載せられている。板垣家の当主の座から拝着した森政は、板垣大輔の画号の無敬の名を取った無敬者を創設し、また、東京郵便大学を建てて、政治問題を研究し帝大在学中の発言から、一変して、政界入りを目指ようになる。 昭和3年1928年1月26日、祖父、大輔の創始した自由党の後継政誘拐の政敵にあたる立憲民政党に入党した。東京朝日新聞昭和3年1928年1月27日号によれば記者らがことの経緯を取材しようと大久保百人長の森政邸に押しかけると森政は 小板垣白の胸像が安置されている二階の六畳館で、僕の民政党入りの理由は、この声明書にすっかり書してありますら、と四十枚余りの声明書を読み上げた。その内容は、要するに、祖父の意思を継承して、昭和維新の国政のためを大いに尽くしたい。民政党に入党した理由は、今の声優会は、保守政党に出しており、祖父の自由党の継承者たり得る者は、 今の民政党より他はないからであるという趣旨のものであった。同年1月28日に、郷里の高知県に帰り、2月1日より民政党を応援する遊説を行ったが、旧自由党の流れを組む、同性格や声優会員らは、呆れて、この行動を開始としない人々が相当に多く、ことに、持月啓介。 尾崎邦くらからはこれまでいろいろと世話になりながら、その性予しみを無視するような態度を取ったことは、関係各位に申し訳がないとして、板垣本家は、当主、板垣忠志願や今旗西森らの発意よって、2月2日夜、東京渋谷町長屋との板垣邸で、親族会議を開き、主従協議の結果、板垣森正を、板垣屋及び肉親関係のある、親戚一同より、 永久感動をすることに決した。さらに、翌2月3日午後に、当主、板垣忠志願と、おじいま、はたらは、もちづ啓介、尾崎邦介に謝罪せんと、声優会本部を訪ねたが両氏とも不在であった、ため新幹事長に面会して、森政感動の胸を伝えた。昭和4年、1929年には、大衆政治の心理層を表し、 同年9月4日、戦国三津桑満鉄総裁が満州国赴任するにあたって、その秘書役として抜擢され、戸満することになる。戦国三つ桑にとっては、森政は、土佐教頭の大先輩である、大助博の孫であるため、大政治家の子孫を何とかしてやってほしいと仲介する、人があってこの話が具体化した。この時の森政の心境は、東京朝日新聞、昭和4年、 1929年8月27日号によれば、8月26日夜、牛込区若松町の森正邸を訪れて取材した、話として、戦国三蔵の下でなら、ぜひ働きたいと、兼ねて希望していた。今度は、当人はいけないとのことで、鉄昇時代の秘書宮田中前大日誌ですら辞退、されているほどで、私が選ばれれば公費です。社会局から、公費、 経済運動のシナリオや、ポスターも頼まれているが、何とかして、満州へ飛び出したいのですと話し、家族は、外子夫人、内縁との二人なので身軽に声でもいけると答えている。昭和六年、1931年、板垣大輔前集を編纂する。後には、宅務省食卓、協調会食卓、日本公演通信社長、官府日日新聞社長、 アジア経済連盟総務などを歴任。満州国共和会中央本部宣伝課主任、同行法課主任、私兵士本部事務長、民政部参事官を経て、安則10年、1943年4月、文教部理事官、京家市社会教育課長、顧も任官一党として報職。君6位。昭和20年、1945年、 第二次世界大戦の終戦に伴い内地駅間。昭和26年、1951年、祖父、板垣大輔の命日と同日の7月16日に死去。去年52、万51歳没。墓は、静岡にある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。